こんばんは。今日はですね、はい、いろいろありまして、ちょっともう時間も時間です。もう10時回ってありますということで、今日は最近いろいろちょっとなんかいろいろあったんで、うん、それを詰め合わせたことをちょっとこう夜の晩酌、うん、なんかもう作ることすらも時間がなかったから、こう見てもらって分かるとおり真っ暗なんですけどこれ食べながらいろいろあったことを話していけたらなと思います。はい、ということでまず乾杯から。はい、キサラベル、マジで久しぶり、久しぶり黒ラベルめっちゃ久しぶりこれ。私はこれが今ハマってます。これをマカロンチグラスで。マカロンチグラスで。うわ寒う、お疲れでした。いやめっちゃお疲れ様でした。よかったです。いろいろ、はい、おいしい。まあ今週はいろいろあって、特に週末病院だってもう3回行ってますから、週末3日で3回ですから、相当いろいろあったんですが、うん、3分の2ね、3分の2ありましたから事件がとか、まあ、他にも YouTube のことだったり、なんかそういうのちょっと楽しく喋って、うん、あ、もう食べていきましょう、はい、腹減ったんで食べながら行きます。揚げたてくださいって言ったけど、もうチンチンやねん。もう帰ってきた段階で冷たい、もう冷たい。私なんか知らんけどバーガー頼んでしまった。がっつり本気やん。いやほんま疲れた。うん、ジャンボちゃんかな。で安定してないかな、僕見ちゃうのかな。お迎えして帰ってきた日からなんですけど、もともとねちょっと肛門ねがちょっと赤かったんですよ。すごいプチュッと最初はなんかちょっとただれてるんかなぐらいに思ってたんですけど、ずっと様子を見てると、うん、うんちをした後にすごいこう赤くボコッと出るんですよ。生きんだ勢いで腸が出てしまう、うん、そういうような状況で、うん、まあ、しばらく過ごしてたんですけど、うん、ここ 2,3 日が排便をする時にすごい泣く。そう、痛いからね、うん、にゃーって言ってすごい泣くんですよ。見たらちょっともう便も柔らかくなってきてるし、もちろん腸が出てるんでうんちもちょっと垂れ流したような状態になってて、常にこう毛が汚れてるしね、出血もしてる、うん、痛みがあるっていう、そのストレスの中にこの子置いておきたくないっていう気持ちがすごい強すぎて、その痛みの中毎日排便をさせるっていうのが本当に見てて辛かったので、今週ね2回先生のところに連れて行って手術をしてくださいっていうお願いをして、で先生もまあこのままやとちょっと体力もあれやから、じゃあ手術しましょうかって言ってくれて手術してたんですよね。そう、今なんか 2,3 針ぐらい多分塗ってるのかな、ね、糸が入ってる。だから今はうんち出えへんから、うん、そうだからもう完全に縛ってしまってるから、逆に排便が一切できない状態なので、うん、今彼が一番苦しいのはご飯を食べれない、固形物をやっぱり食べてしまうと排便がやっぱ出やすくなってしまうので、できるだけちょっとミルク水分の方でこの 2,3 日は様子見たいなと思ってるんですけど、まあでもちょっと限界が来たら1日でも早くちょっと病院に連れて行って、うん、あの抜歯してもらう。もしその抜歯した後にまだ腸が出るようであればまた縫合する、うん、まあ、こういう作業をなんか多い子やったらなんか 2,3 回繰り返して良くなっていくっていうのをおっしゃってたんで、でももう乗りかかった 船なんでね、もうやりましょう、やれるとこまで。だってあれも放置してたらやっぱりな、もうどんどん腸出てきて、うん、最初お腹切らなあかんだとか、うんうん、もっとひどいことになってるってよくネットに書いてあったから、うんうん、うまい。うん、うん、で、うん、まだダンボちゃんと出会ってから20日も経ってないんですけど、うん、もうなんか愛おしすぎて、もうただ先生にしてそのね、まあそうやな、100% 安定とは言えませんって言われた瞬間に、うん、で、はい、じゃあお預かりしますねって言って、もうすぐ診察室を出さされたんですよ。もうその時からもう涙こらえるの必死で、もし最後の彼になるんやったら、うん、なんぼちゃんに触らせてと思って、すごい病院混んでたんでね、先生も前そう言ったと思うんですけど、やのになんかなんぼちゃんって頑張っておいでぐらいしか言えんの、ね、もう預けて、まあ、昼からまた電話しますって言ってから、うん、もう家みたいに自分のフォルダでずっとなんぼちゃん探ってたよ。まだ早いねみたいな、涙が溢れてどうしようもなかった。でもよかったね。うわ元気よ。はい、えりまきダンボです。逆にこんなちっこいサイズのえりまきようあったな。一番サイズビチビチやこれ。こんなんるんですけどね。痛かったね。頑張りましたね。頑張りましたね。はい。
ムダンボちゃんは今週にかけて結構佳境やったかなと、本人もかなりしんどかったんじゃないかなって、もう見てるこっちも夜中ももう寝れやんもんな、危険になって、うん、先飲んでると大体寝るけど、そこで出んねん、ダンボパパの黒人に心配でって言って呼んどいて、もう行く前に意識ないから、ダンボが行ったらほんまにこの世におらんから、ほんで3時ぐらいになんか股間がすごいそわそわする、なんかあーって目覚めて、ダンボが股間で太ももをかいてるっていう、もう痛かった、危ないなと。そう、私もそうですよ、あなた本当に心配させないでください、ほんまに。夜にむちゃくちゃ目がかゆくなって、でもいつもみたいにゴシゴシゴシって書いて寝たんですね、でもまあいつもよりもなんか痒いのが長かったので、もうかける3倍ぐらい書いたんですけど、で書いて目つぶってたらなんかまぶたが浮いてる気がして、なんか目が飛び出てる気がして、そんなことある？でわざわざちょっと起きて鏡見に行ったらね、目の白目がブヨブヨやったんです、みたいな、起こされた、叩き起こされた、やばいみたいな、目取れるっていうか、目取れるってどういうことか、取りやんやろと思いながら、目の白目が全部あの水ぶくれみたいになって、しかもその水ぶくれってちょっと黄色っぽいねな、黄ばんでるって濁ってる感じでボコって出てて、でえらいことや、明日病院行こうって言ってて、だからもう見たらなんか白目ブヨブヨで、も黒目と白目がなんか隙間空いてるんちゃうかっていうぐらいの、浮いてるでしょ、分離してたでしょ、分離してて、そうえと思って、今はもう全然大丈夫こいつと思って、でも2日ぐらいしか経ってないんですけど、あれ眼科行って分離してもらったことあったんですけどね、もうだいぶマシやもんね、やっぱり、そうやろ、書いたらそうなんねんな、うん、だから絶対に書くっていうか、もうお前えぐったよ多分、書いたらダメですよって言ってました先生が、冷やしてください、50歳でそんなこと言われるってな、情けねえ大体わかるやろ、書くなよそんなんってと思った。それでですね、最近の出来事といえば、もう最近、うん、もうライブ配信ってどっかで言ったかもしれへんけど、うん、めちゃめちゃね、あのまたショート動画がね、ありがたいことにね、多くの人に見てもらえるようになって、まあもちろんいろんな意見は来ますけど、一旦その、まあアンチ的な意見は置いといて、うん、いっぱいの人から同じような似たようなコメントをもらったことについてちょっと喋ってるのが、うん、まあいいよ、さっきまでちょっとシリアスやったけど、目剥離するやつとかいるからちょっと、やけど、ここはちょっと面白い感じになっていけたらなって、うん、あるあるやろ、もうなんか、いちいち一回返してる、何ですか、顔が似ていますねって、来るめちゃめちゃ来る、顔が似てるっていうのは実際私あの同じ職場で働いてた時にある同じ職場の人が、バカマさんって言ってこの子を読んだことがあるぐらい、やっぱ私顔それ体型もそうだからなんかこう顔めっちゃ見えんだよな、うん、後ろ見制服とか着ててね、が同じ帽子かぶってってしてたら分からなかったって言われて、だからこう結構かいちゃんって男性っていうよりも女性に的な感じで、女性と間違われたことも多い人なんで、多いよ、はい、もう普段内股で立ってるんですよ、気持ち悪いんですけど、だからやっぱり女子に見られがちっていう、まあそうか、ね、そうそう、まあ、今でこそあれやけど昔はね、どっちかっていうと私がカエちゃんに出るんじゃなくて、カエちゃんが私に出るっていう、俺がお前に寄せてるっていう寄せに行ってる感はないんけど、でも顔面の話結構されるやん、うん、顔面が似てますねみたいな、だから私とヘイ君っていうのもすごい似てるんですけど、そりゃチーズになってるんだね、うん、そうそう、ヘイ君とカイちゃんも似てますねって言ってくれる、だから私にカイちゃんが似てるわけやから、ヘイ君とも兄弟みたいにこう似てますねって言われたりとか、コメントとかもすごい多くて、はいはい、まあどっちかっていうとあの薄い薄いね、薄い顔だから、まあ、系列的には、まあ、同じ系列に属するのかなと思って、うん、まあ、それは分かるよ、でもとはいえさ、とはいえよ、21離れててなおかつ男女が違うってさ、もう何もかもが違うよ薄いしか合ってない、二重やし一重やし、でもなんか私こんな前髪変な短くないし、こんな変な髪の毛腐った色とか、髪とか髪、これはもう早くして、ほんまは行くよってやって、俺知ってる、ね、忙しかったから行けへんで、うん、でもなんとかしてほしい、なんとかしたいなって俺が一番思ってるだからもう最近私らお出かけするときはもう絶対二人とも帽子かぶっちゃう、恥ずかしくてしゃあない、
カイちゃんは何かコメントある？あるある。最近私ね、今まではコメント返すのとかは 100% 私返してたんですけど、最近私一人で追いつかなくなって、いっぱいにやってるからね。見ていただきありがとうございます。まあ、カイちゃんに質問っていうのに関してはカイちゃんに返してもらうのにお願いするようにして、カイちゃんもコメント返しをそういろいろ手伝ってくれてるんですけど、コメントを見てるから、うんうん、でそこでね、僕がすごい気になる、うん、気になるっていうか、まあ、僕担当であろうコメントがあるんですけど、うん、その初めてサムネだったとかタイトル見た時に、うん、女性が21歳下やと思ったと、男性が年上やと思ったみたいな、やっぱ最初サムネにお前しか載ってない時とかあるから、うんうん、それで20年下で俺が21年上だなと思ったみたいなコメントとか、うん、見てても旦那が55で、奥さんが22歳やなと思いましたみたいなこともあったから、あ、55みたいな、俺48やと思ってたけどまだ行くみたいな、まだ重ねてったねみたいな、そんな重ねるっていうこともあったから、人それぞれ思うことあるから、まあまあまあ55に見えてもまあ悪くないかなみたいな。でもね、これちょっと聞いてください。最近なんですけど、もちろん私はどん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 溶けていってるのは間違いなくていいんですけど、ガイちゃんがほんまに最近ね、溶け出してきて。肩えぐいもんな、ほんま。もうね、夜の11時ぐらいにカイちゃんの顔見に行ったら、もう 4G かかってるぐらい、なんか重力でこう顔下がってるんですよ。で、なんかまぶたもさらに開いてなくて、なんか喋ってももうなんか、はい、うん、うん、喋ったら普通やって、そんな。めっちゃ面白くて、カイちゃんに何か話にそばに行ってんのに言うこと忘れるぐらい老けてて、でもなんか見てない、鏡で見てないけど老けてるなってわかんぐらい、なんかこう全体的になんか下がってんねん。だから思うねんけど、カイちゃんが年上って思い張る人っていうのは頭も起こんないから白髪に見えるんじゃない。あ、分かる、うん、白髪でおじいちゃんで、はいはいはい、私はまだ白髪ではないので、うん、黒っぽいので、なるほどね、うん、だから髪の毛もなんか問題があるんちゃうかなっていうふうに私は思ってるんですけど、もうちょっとやっぱり グレーっぽくしたいよ、ね、って思ってんねんけど、すぐ抜けちゃうわけですよと、こういうコメントは僕がすごい返す、あ、いいなと思って、現実を受け止める日が来たみたいな感じね。私たちのトークのやり取りで、私ってすごい自分勝手なトークをするんですよね。私ね、普段からしょうもないこといっぱい言ってくるんですよ。嘘もいっぱい言ってくるし、だから嘘じゃないけど、だから私結構スルーするのがもう癖になってる。この8年この人のトークをスルーするのに癖になってるから、なんかルイージマンションとか懐中電灯で言われてもう、あ、そうですねみたいな、聞いてないよ、だって別に内容は全く聞いてない、とりあえずなんか言ったからね、そうですねって言っとこうみたいな。そう、だからなんか私のそのカイちゃんの話してることに対する全然聞く力とかスルーしてるっていうところにしっかりフォーカスをしてくれて、コメントしてくれる方も多くて、まあ、それも嬉しいね。でもね、嫁のスルー笑みたいな、それは俺は嬉しいんだけど、でも本来はスルーすべきではない。多い、めっちゃ多いなと思う。これからちょっとダンボちゃんに耳を大きくして聞いていこうかなとは思う。全部拾っていかなあかん、うん、専属のレシーバーが拾うやん、リベロの気持ちになっていかな、うん、それは。まあちょっとこの今週ね、今日5月22日なんですけれどもね、私たちにとってはトラブル、うん、ハプニングが多い週、うん、だったんですけれども、なんかこれを嫌なことばっかりめっちゃ怒るなとか、なんでこんな辛いことばっかりあるんやろじゃなくて、きっとめちゃめちゃいいことがこの後来るっていう風に捉えて、うん、うん、来週からさらに元気になるであろうなんぼちゃんとね、ちょっと老いにストップをかけようとする、いやもう無理よ、かいちゃんと、いやもう勢い増してってるもんどんどん増してってる、まだスキーの飛ぶやつ、ジャンプスキーみたいな、まだ全然上の方にいるの、まだそれくらい今から行くで、めっちゃ老けていくと思う、ほんまに。ちょっとフリーフォールのね、下がりきった時の顔みたいな書いたんなんですけれども全部ね、プラスに捉えて、はい、うん、いきたいなと思いますね、はい。まあ、ちょっと今日は久しぶりに飲みながら5月
入ってから、うん、のんちファミリーにいろいろ起こったことの近況報告みたいな感じで、はい、ちょっと楽しくね、楽しく、うん、楽しかったです、お話しできたかなと思います、はい、今日も最後まで見ていただきありがとうございます。ではまた、バイバーイ。今からもう俺は食って飲むぜ、ガッツくぜ、冷たいもんこれ、はいな、うん、私早くもう寝るわ、ダンブちゃんと。待てもう寝てんねん、あいつ。バイバーイ。